時は来た、それだけだ。今日は都内某所で焼肉食べたいと思います。分厚いな。アコーディオンだよね、この前包丁入れてるとね。アコーディオン最高です。いや久しぶりにね来ましたよ。ちょっとね裏路地をね早く着いたんで、ほらやっぱあるだろ、太鼓式マッサージ、絶対あるんだよ。よいしょじゃねえよ、あのよいしょじゃねえだ、色が違うじゃねえ。でもこういうね、こういうお店はね結構ね新しいお店なんだよね。古そうに見えて最近なんだよね。ここはちょっといいなと思うけど。ん？楽天。よいしょ。初めてバスで来ましたよ。今日は都内某所で焼肉食べたいと思います。看板はちょっと映せないんで。今日は最初肉どこの肉ですか？大分。仕入れはね、大将が毎朝行ってね仕入れてくんだよ。内臓も全部黒毛ですから。全部そう、覚えたな。もういいかな、焼けるかな。分厚いな。それキュウリはね、塩漬けですから。この間言われた。
足落としちゃいます。足落としちゃうんだよ。忘年会で予約取った方がいいよ。最高でしょ、最高でしょ、もう最高。ほんとさ、アコーディオンだよね、ここまで包丁入れてるとね。アコーディオンです、最高です。うまい。だってある意味うまみっすもんね、それもね、すごいうまいんですよ。それはもう無駄なとこは見ないんだえ？何曜日？土曜日。普通の芸能人もありますね。いや食べましたけどね、うまいけど腹いっぱいになるでしょ後半ちょっと嫌になってくるでしょ、腹いっぱいになりすぎてだからあの